国鉄貨車の車両形式。国鉄貨車の車両形式。この項目では、日本国有鉄道、その前身組織を含むや、JR グループで使用されている貨車の形式称号について記述する。国鉄末期に使用されていた貨車の形式及び車両番号の付け方は、以下の通りで、1928年、昭和3年10月1日に施行されたものをもとに、 何度かの紹介性が行われたものである。このうち、丸は、用途記号は、荷重記号は、関急車を表す。用途記号、N は、同一形式内の車両番号を表している。形式称号は、同形式中の最初の番号に、当該記号を冠したものを用い上の例ではは8万、小寄付1万などとなる。実際の貨車への表記は次のように行われる。 ここで、小文字で書かれるは、特殊表記符号、口実を表し、形式には含まれない。日本貨物鉄道、JR 貨物発足後は、電車等のように形式と車両番号を切り離して、間にハイフンを入れる方式も取られるようになった。以上のようにスペースに余裕がない場合を除き、記号と番号を二段書きするのが原則であったが、 この表示方法は民営化後の JR 貨物でも継続されている。この記号により、貨車の種類や形態が定められる。そのため複数の記号を重ねて使用することはない。営業用で、緩急装置、車掌室を持つものについては、積載重量記号の後に、負が加えられる。いずれも単独で使用される。また、緩急装置。 車掌室を持っていても、関係者の記号、不つかず、積載重量記号も使用されない。記号の由来は、下記参照。国鉄時代の形式番号は、その形式内で、最初の番号を取る。その際、1位の数字は原則として0、または5から始まるが、形式番号が1系、コム1系、積1系等となる形式は1から始まるなどの、例外もある。増備によって、 時形式の番号に達してしまった場合や、何らかの理由で同形式内で区別が必要となった場合は、その形式の等、四桁の形式の場合は万位、五桁の形式の場合は十万位などに数字を付加することもある。その場合、何らかの形で形式数字の一部を残すのが原則であるが、当初の想定を超えた大増備が行われた結果、空番を場当たり的に与えられ、 番号から、形式の判別がつきにくい例、滝1900系の千112208、千5450系の五155499等、もしばしば生じた。ただし、形式名は、車両番号とは別に、車体の隅に一回り小さい文字で、形式滝1900のように表記されている。 国鉄分割民営化後に登場した JR 貨物の新形式については、形式番号と車番を配分を介して結合する新性能電車と同じ方式を採用しているため、車番は1体になっている。ただし、同一形式内での区別のために、1000位、満位にオフセットした万代区分を行うこともある。この場合も下一桁は1体になる。特殊表記符号とは、 貨物輸送基準規定、車両図色及び表記基準規定により定められている、貨車の構造や性能を表示する符号である。二役や運用上の都合で定められており、用途を表す、カタカナの前もしくは後ろに一回り小さいカタカナで表記する。貨車の形式名称に関わる、規定の主な歴史、改正をまとめると次の通りである。当初は番号だけだったが、 1897年、明治30年11月に、極有価者符号及び石量表記型の件により、構造別に八社種の社式号を、カタカナ記号で定め、有害化者イコール、は、ウオ社イコール、う、家畜社イコール、かと、貨物環球社イコール、株、油社イコール、あ、無害者イコール、と、一社イコール、せ、材木社イコール、ちとした。 さらに1902年、明治35年9月には、間接鉄道客貨車検査及び修理心得を制定して、構造別に、車種記号及び、形式番号が整理された。この時点での記号には次のようなものがある。有害貨車イコール、は、有害貨車制度機付けイコール、はぶ、家畜車イコール、かと、貨物関球者イコール、かぶ、貨物関球者、はぐるまつき、 ピブ、無害者イコール、と、材木者イコール、地、石者イコール、瀬、油者イコール、あ、土砂者イコール、土、輸送者イコール、輸送、真空ブレーキの列車間付きイコール、ほ。1911年、明治44年1月16日付けたち台20号により、制定された、車両称号規定では、貨車の名称、記号は次の通り、 1928年、昭和3年5月たち第380号に改定された車両称号規定では、貨車の名称、記号は次の通り。なお、同年10月に車両称号の統一整理を行い、車両図書と表記方式の規定も1929年、昭和4年3月制定、10月から施行した。なお、形式称号は、同形式中の最初の番号に、 当該記号を冠したものを用いることは依然と同様である。構造、用途による分類、表記過重トン数による記号。1953年、昭和28年4月8日付けたち第225号によりに、次の改定を行った。施行は6月1日。1959年、昭和34年6月23日号外付けたち。 第319号に次の改定を行った。1965年、昭和40年9月に次の改定を行った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。